じゃあこんにちは。さあ開幕オーダー予想、はい、どん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 佳境に入ってきてますけれども、なんで佳境に入ってきてもう一日一日撮ってるんでしょ。違う、もう衣装が一緒なんでバレてますよ。そうか、はい、脱ごうか肌着になろうか。そうですね。いや本当に、まあ、半分折り返し地点まで来ましたよ、はいはいはい、今日はもうね、今日はどこだ。今日は楽天西武です。そうだろう、悩むな。まあ悩むでしょうね、ここは。まあやっぱりね、先発ピッチャーで大きく変わったりとかもするな、はい、まあ、そうですよね、はいはい、まあ、ここは楽天は早川投手、そして西武は今井投手というのが発表されてます。今井もえぐいなーオープン戦から。やっぱすごい、あそこ早いな球がね、またなんか一皮むけたような感じがするよ。だから西武の高橋光成投手も平良投手も今井投手もそうですけど、いやちょっとすごいですね。すごいな、うん、でね、早川も見たけど、なんかちょっと一皮むけたな。あ、早川投手も、うん、なんかこう1ランク上にジャンプアップしたみたいな、はい、まあ、そんな安定感を見せてるよね。あ、じゃあいいなんかこう投手戦とか見られそうですかね。ああそうだな、うん、まあ、速さと緩急、おこの戦いかなっていうような感じですよね。いや迫力あると思うよ。おそこのピッチャーたちを援護したいのがやっぱり打てないよなかなか今井なんか本当前飛ばないんじゃないかなと思うぐらいの球投げるからさ。そうですよね。いや本当半端ないから確かに。でも点を入れないと、いやそろそろ勝てないからな。点でも入れないと勝てないので、はいはいはい、じゃあ楽天のオーダーからいきましょうか。楽天ね、はい、はい、1番、うん、ショート村林。村林選手、はい、はい、1番で、はい、ね、うん、もうこれでいくしかない、これでいくしかない、はい、2番レフト小深田、うん、小深田選手いいですね。小深ちゃんはね、うん、言っとくけど、はい、速いボールに一番強いと思う、うん、じゃあいいじゃないですか。いやいいじゃない、だから1番で迷ったんだよ。あ、そうか、でも長期的に 1,2 番を組ますんだったら村林小深田かなっていう。それはどうしてその組み合わせの方がいいんですか。やっぱ小技が小深田の方が効くかなっていう。だからそういう意味では小深田2番で、はい、でワンアウト取られても小深田が出たら、小深ちゃん出たら走れるから、はい、だからまあこういう村林小深田の 1,2 番になるという。おお、はい、で3番、はい、セカンド茂木。おお、これ、まあ、セカンド茂木選手っていうふうにしてますけれども、うん、小深田選手ずっとオプスで例えばセカンドで使ってたりとか、まあもちろんレフトでも使ってますけども、ここは結局どういうふうにしていくと今井監督は。ここはね、うん、模擬のバッティングってやっぱりいいよ、うんうんうん、ね、それと春先いいんだよ模擬って、はい、で精神的な蓄積疲労が溜まってくるとちょっとねダメなところで、はい、疲れちゃって、うん、だけど最初はやっぱ模擬で、うん、セカンドで相手が今井って言ったら、うん、やっぱそれなりのバットスピード持っとかないと、はい、で模擬はやっぱスイングスピード持ってるし、うん、俺は速いボールに対して、うん、対応していくと思うんだよ。はい、うん、でショートからセカンド、まあ、サードもやったりとかしたけども、はい、やっぱセカンドは茂木向くんじゃないかなっていうような気がするんだよね。だからそのセカンドに茂木選手が向くことによって小深田選手がセカンドでなくレフトっていうことになってくる。そうだな、うーん、で小深ちゃんは絶対外せないんだよ。はい、もちろん、まあ、盗塁王だし、うん、で速いボールに強いっていうことを考えると、うん、西武戦から外れるっていうことはない。うんうんうん、うん、だから茂木に期待だよ。セカンド模擬、模擬やれよお前みたいなやれよお前休んでる場合ちゃうぞみたいなそんな感じなんだよ。はい、はい、で4番がサード浅村。はい、まあね、浅村選手がねサードということでね、まあそうだな、うん、まあ、鈴木大地とかね、はい、まあ、そういうのがちょっと出られない可能性が出てくるけども、うん、まあまあでも鈴木大地っていうのは代打でも機能するだろうし、うん、また誰かいないって言った時にはポッと穴を埋めてくれる選手だから、ね、コンバートでセカンドからサードに回ったんですけど、そのやっぱそのいつだったかのオープン戦でそのサードでのちょっとスローイングだったりとかでちょっとエラーが出ちゃったりとかで、そのセカンドでのこの投げる向きとまたサードでの向き全然変わって、まあ、向きもそうだけど、セカンドずっと長くやるとね、うん、サードからファーストってめちゃくちゃ遠く感じるんだよ、うん、そうですよね、長いですよね。俺もそうだったけどめちゃくちゃ遠いなとか思う時ある。いやだからそれはどうなんですか、大丈夫なんですか。まあまあでも元々ショートの選手だから。そうですね、だからまあ慣れだな、うん、慣れで解消されていくと思う。そこは特
にバッティングに影響するとかそういうこともなさそうですか。彼のバッティングはちょっとまた一味違うからね。だからそういうことでなかなか左右されるバッターでもないと思うよ。うん、だからまあそこら辺での心配ないけどね、はいはい、5番です。5番 DH 島内、うんうん、昨年悪かったからな、はい、多分ユニフォームの売れ行きも悪かったと思うそうですね。いやいや、売れ行き上げないと、うん、上げないと入ってこないから。そうそうそう、だからまあコブちゃんがねレフト守るんで、うん、まあ、守りの負担を避けて、うん、でまあ勝負強いからね、打点をも取ったことあるしね。だからそういう意味では島内が浅村の後ろを支えるという、はい、ね、やっぱ島内がいると安易に浅村避けるっていうことはできないよなかなかね、うんうん、本当に勝負強いしさ、はい、だからそういう意味では島内 DH と、はい、5番、はい、さあ6番です。6番はファーストフランコ、はい、フランコ、うん、まあ、そこそこ調子がいいしね、はい、だからやっぱこう破壊力を持ちたいよね。そうですね、まあ、それと今井の速いボールに、うん、まあ、外国人の力で、うん、対応してほしいっていうことも含めて、はい、まあ、安倍っていうのも考えたけどね。あの安倍選手いいですよね、まあ、まあそこそこいい。そうなんですよ、まあ、だけどやっぱ速いボールだったら外国人かなっていうふうには思うよね。これ完全にそのセーブ、相手がセーブで今井投手ってことを意識してるってことももちろん、もちろんもちろんありますよね、はいはい、7番です。7番ライト岡島、はい、はい、まあ、岡島ね、岡島が元気だとやっぱチームっていうのは、うん、状態が良くなるんだよね。奇跡ますね、うん、だからポイントを握ってる選手の一人だよね、うん、はい、はい、うん、さあ8番、8番キャッチャー太田、はい、はい、うんうん、で9番センター田中和樹、はい、辰巳が出てこない、ね、どうしてですか。なんでだろうなるほどね、状態あんまり良くはないんだよね。だから本当はメジャーに行きたいって言うんだから先発から外れちゃいけないと思うんだよ。でも守備力とかいろいろ考えるとやっぱ使いたいんだよ。でも途中から絶対出てくる選手だ。まあ絶対確実にそうですよね。まあ例えば茂木を引っ込めてコブちゃんセカンドに回して田中和樹をレフトにやって辰巳をセンターに入れるとか、それとかまあ岡島とかね変えて辰巳が入るとか、まあ、出てくる選手ではあるけども、うん、やっぱスタートってなるとオープン戦の状態とかいろいろ見るとこういう状態になってくるかなっていうような感じがする、うん、だからポイントはやっぱ茂木だよ。あ、3番茂木セカンド茂木、うんうん、だからこれがどういうふうに小深田を生かし浅村につなげるかっていう、うん、まあ、ここら辺がやっぱこうポイントだと思うけどね。そうですね。でもいやらしいバッターが並ぶな。島内だとか岡島とか。そうですね、そのあたり。そうですよね。で田中和樹も出たらいやらしいしな、うんうんうん、だからまあそういうふうになるかなっていうふうには思ってるけどね。で先発が早川投手です、はい、さあ一方の西武です、うんうん、難しいな西武はね。そうですよね、ちょっと近年ね、まあ、ただ、はい、両外国人がある程度俺は期待できると思う、うん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 、だからここら辺が機能してくれると、はい、得点力はアップすると。アップする。ただやっぱり1番が困るな。ああ、そうですね、はい、で1番、はい、セカンド殿崎、うん、はい、殿崎選手、殿が入ると、うん、結構いい感じで回る時はあるんだよ、ね、あの1番に入るとってことですよね。だからまあそこら辺で、まあ、殿崎を入れるというね、うん、パンチもあるし、はい、ね、アップルパンチがある。アップルパンチ、そうですね、そうそうそう、青森ですもんね。そうそうそう、アップルパンチです。そうですよね。で2番、はい、センター若林、今シーズンこそはやってほしいですね。まあそうだな、まあ、1番でもよかったんだけども、うん、ただ若林の場合は左ピッチャーに限り使うかなっていうような。そうか。で右が来たら西川っていう選手もいるしね、はい、うん、だからまあそこら辺で その入れ替えがあるかなっていう、うん、でもまあ早川ということで若林、はい、で3番アギラ、はい、ファーストね、はい、うん、で4番に DH 中村、うん、おかわり、おか、おー、そっかそっか、ダメかよ。そうだ、いや、もう頑張ってるな。おかわりの力ってまだまだ必要だぞ。いや、そうなんですよね。これが右ピッチャーだったら DH で栗山をね、うん、5番あたりで使おうかなと思ったんだけど、うん、おかわり君を使うんだったら4番で、うん、まあ、使いたいかなっていう。そうですね、なかなかそのおかわり君とかの後釜っていうのが、まあ、抜けちゃったっていうのもありますけれども、うん、後釜っていうよりも、うん、やっぱね、彼はすごいよ。あ、そうですね。いや、栗山も、いや、本当そうですよね。もうやめないんじゃないかなって思う。多分本当グラウンドで倒れて亡くなっちゃうんじゃないかなっていうぐらいそうなんですよ。やっぱこう非常に野球にね真摯に取り組んでるし、うんうん、だから期待を俺はしてるけどね、今年も。おかわり君が4番で DH、 はい、はい、
で5番にレフト、はい、コルデロ、はい、うん、だからここら辺のクリーンナップが機能してくれるといいけどね。そうなんですよね。だからこの3、4、5、クリーンナップが西武ってそもそもが破壊力のあるっていうところで代々来てたので、うん、まあまあそうだな、そうなんですよ、うん、だからまあここら辺が機能してくれるといいなと思うよね、はい、で6番です。6番サード本山、うん、はい、まあ、ヤクルトから移籍してきた、うんうん、まあいい感じでやってると思うよ、うん、まあ守備もある程度しっかりしてるし、はい、元山で来るかなっていう感じはあるよね、はいはい、7番です。7番ショート源田、うん、バッティングの状態がちょっとあんまり上がってこないんだよな、うん、確か今時点でまだ1割台だったりとか、まあ、そうだね、だから、まあ、まあ打っても2割6分7分、うん、ぐらいは打てるバッターだと思うんだけども、うん、ここ最近ちょっとバッティングの方がな、うん、ちょっと低調だなっていうふうに思うね。そうですね。ただもちろんね、ショートとして外せない選手なので、まあまあそうだな、はい、もちろんそうだよね、うん、7番に源田選手、はいはい、で8番キャッチャー古賀、はいはい、正捕手になりましたね、まあ、そうだね、うん、やっぱ村林コブちゃんの足を止めたいよね。そうですね、うん、やっぱこう阻止率ナンバーワンだからね、はい、リーグね、うんうん、だからまあ古賀、はい、でラストバッター、はい、ライト金子、うん、金子選手もまでも頑張ってますよ、ね、金子がね調子がいいんだよ意外に、今シーズンそう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 、うん、だからこっから1番につながると、はい、すごくいやらしい打順になってくるかなっていう。そうですね、9番からね、うん、だからまあ殿崎で景気づけで、うん、ね、パーンと出てみたいな、まあ若林がつないで、うん、さあクリーンアップがどういう仕事をするか、うん、まあここら辺だな。いや、やっぱ外国人がここはそうですね。いや、そうだ、打たないと点がねなかなか入らない、うん、あとはおかわり君の一発という、うん、ね、そうですね、うん、まあ下位打線はちょっと他のチームから見ると少し弱いかなという感じはするけどもね、うん、まあ、それでもやっぱりなんとかね、はい、下位打線から上位につないで、うん、まあ、点を取れるような形も作ってほしいよな、はい、そうですね、はい、さあ今日は楽天、西武、楽天モバイルで、ね、18時から始まる開幕カードのオーダー予想しましたけれども、ちょっと気温が低いからな、多分寒いぞ、寒いですからね、そのあたりもね。でも西武もどっちしてもベルーナでやってもおそらく寒いので、屋根がついてる、なんちゅう失礼なこと言ってるの屋根がついてるのとついてないのじゃ大きな違いがある。あそこね、隙間風と、まあ、立地がでね、すごい寒いんで、まあ、立地は寒いよね。多分ね、東北でやってもベルーナでやってもあんまり一緒か、一緒なんですけれども、はい、ね、まあ18時から始まるということで、豊さん、いよいよあと2カード、まあとにかく、うん、今井の球詰まったら、うん、骨折するかも危ない、いや本当に気をつけなさいよ、気をつけてください、はい、はい。